第37話になるんですけど、まあ時間的な話で言うと、ちょっと前まで、夕飯を食べてたんですよ、夜ご飯を。でまあ正月三が日という、しかも日曜日という部分で、昨日はまあ正月の2日ですよね、お酒を飲まなかったんですよ、一滴も。ただ2日目の深夜の12時頃は、その1日に酒を、日本酒を、4杯ぐらい飲んだんか、4杯、まあ実際は4合ぐらい、あ、4合、2合か、2合ぐらいしか飲んでないから、2合しか飲んでないから、まあ2合、3合。3合か、3合半ぐらい飲んだので酔いが残ってるんで、正月の2日あたりの深夜、まあ超早朝あたりにはちょっと酔いが残ってたんですよ。でまあちょっとやばいなと思って酒を飲まなかったところで、金が明けたこの第3日目、正月三が日の第3日目、日本酒を、まあ、1合ぐらいいただきました。でテレビをやんわりつけてぼーっと見てってザッピングしてたら、思うことがあったという話です。いや、これくるくる回してる場合じゃないんですよ、これはね、くる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 。回してる場合じゃないんですよね、こういう。でまあこれ磨きを進めていかなきゃいけない。もう昨日インターネットで確認したら、ワンフェスが、びっくりしてしまったのが2月7日なんですよ。2月7日までにこれをまあ完成、まあ複製したものに色をつけて展示しにゃいけないっていう命題を突きつけてしまったの、自分に。でまあこの正月の三が日ぐらいってテレビ何やってるのかなと思ったら、教場2をやってるらしいんですよ、やるらしいんですよ。いや、教場2かやって、よくよく見たら2時間25分って書いてあるんですよ、スパンが。これちょっとダメだな、見れないなと思ったんですよね。いや、すげえやる気だ私は。もうテレビ番組に関しても木村拓哉をすげえリスペクトしているから、木村拓哉を今リスペクトしてるという感じだから、もう木村拓哉のその演技とかもすっげえ見なきゃいけない。教場の、教官をやっているからね、もうすごい、もうなんちゅうんですか、見逃すことがあってはいけないという感じなんですよ。いや、そういう感じなんだけどという話ですよね。ただまあそう言っちゃなんだけども、教場の、まあ、生徒として出てるというような、人はまあだから木村拓哉という、そのキャラクター性から来るその教場の風間公親ですか、風間公親だったかな、公親という、キャラクターの演技を見るべきだと思うんですよ。その教官の、その教官のいる生徒という感じで入ってくる年代の人は、あ、ちょっと今カメラが揺れてしまった。ただ問題は、私のような年齢の人が、どういうふうに見るべきかというところで一瞬悩んだんですよ。私は別にそう教える立場の生徒がいないというところで、考えられうるのは、そこにやってくる生徒がどのような感じでそこで生活するかというのを見るべきだと思ったんですよ。まあ仮にで言えば、君が、まあ、これ以降そういう監督になるかどうかは別として、監督として、まあ仮にで言えばそういう生徒を、見る目があるかどうかというのを、私たちに木村拓哉という、
俳優が演じるあの風間公親というキャラクター性が提案してきているんですよね。まあそれは木村拓哉ということではないとは思うんですけど、あのあの木村拓哉の演じるところの風間公親という警察関係の教官ですよね、まあ、監督ですよ。まあ、言ってみれば私がちょっと前見た感じで言うと、もう要するに体育会系なんですよね。これは北朝鮮のパレードみたいなやつやってるよ。卒業式にあの卒業式のお披露目で家族の前で北朝鮮のパレードみたいなことをやってるんですよ。まさしく体育会系の卒業式とはこういうことかという部分を見るちょっと前にフォレストガンプをやってるんですよね。いやだからフォレストガンプと多分リンクしてると思うんですよ。あの最近思うのはあのテレビ関係の会社の制作会社ですよね。テレビの曲というのは放送してるだけに近いような感じのイメージがあるんですよ最近で。大体よその曲がリンクしてるのは、まあ、なんちゅうんですかね、テレビの曲が潰し合いをしていると、まあそう言っちゃなんだけど、スポンサーというものが入ってるから、そういうスポンサーとの兼ね合いですよね、民放だから。で潰し合いをしてるようではあのやっていけないのじゃないのかねという話で、多分みんなあの話が一致したという感じだと思うんですよ。だからある曲ではフォレスト・ガンプを前日とか前々日にやってるんですよ。でまあそれじゃあなんですけど、私はどちらかというとテレビっ子だからゲームとか全然知らないわけですよ。ゲームはゲームでゲーム業界って多分あるとは思うんだけど、もしかすると。だから潰し合いばかりしてるだけではちょっといけないんじゃないかという、だからテレビ局という大きな枠があるじゃないですか。その中の芸人同士は知らないですよ私は。ただテレビ局という部分で言うと、スポンサーがないとテレビ局は成り立たないわけですよ、民放というのは。でそれが潰し合いをしてるところでスポンサーが入ってるわけですよね。スポンサーからしてはそんなからとしてはそんな曲同士の潰し合いでスポンサーのイメージを使われては困るんだけどという部分で、スポンサーがいなくなって困るじゃないですか。だからその談合というのかどうか知らないんだけど、業界がなくなっても談合も何もあれですよね、見てる人からすれば関係ない部分だから。その資金繰りに関しては談合というのはその局の中で、例えばこのようなあの番組を作ろうと思うんですという時に、あの例えば違う局が同じような番組を作って、一方がすごく、あえて安く作るんでそっちに金を回さないみたいなやつを談合とか、まあ、そこに出る俳優とか芸人を、呼ぶ時に、まあ、仮にで中でそのドラフト指名みたいなのがあった時に、あのこれで行こうぜみたいにうちうちのやつが、まあ、ある意味談合ということだと思うるんだけど、だからメーカー同士が潰れては、まあ、そういっちゃなんだけど、 NHK と民放一個になってしまってはどうしようかというのが一番困るのは民放ですよね。視聴者はそれしかないって言ったら、まあ、じゃあインターネットのテレビでいいかなとかいう人もいるだろうし、地上波の番組ですよね。だからそういうところで微妙にリンクしてるんですよ、なんか最近は。だからあのテレビの関係者みたいな人が言うのが、お前俺のテレビ番組見ろよって延々言ってるんですよね。ただそういう、まあ要するに芸能関係の関係者はそういうこと言われると、もう正座して見てるようなイメージなんですよ。ただ私は芸能関係とは無縁だから、もう飽きてきたらもう変えざるを得ない。もうだからスポンサーとかも関係してないから、飽きてきたらもう番組コロコロ変えちゃうわけですよ。そうするとそういうのが時として見える部分があって、
だそういう部分で教場というのは、まあ、ちょっと2日か3日前にやって、まあ、年末の去年やってたところで再放送のフォレストガンプをやってるんですよ。フォレストガンプもどちらかというと、軍隊に入って教えてもらってるんですよね。銃の組み立て方とか教えてもらってるんですよ。でそこでだからフォレストガンプは、まあ、それが 本当の社長かどうか知らん、社長なのかそれとも社長を演じてる人かは分かんないんですよ、私からすると。ただ見れば分かるんですよね。あそこの軍隊の例えば銃を組み立てるところの練習で、フォレストガンプだけやたら早いんですよ。早いんだけど銃は使ってない、使ってるとこは見たことないんですよね。まあ、なんかの経験値があって銃を使うと自分が死んでしまうのではないかという感覚もあるのかもしれないんですけど、だからまあそれはその幼なじみが言うわけですね。やばくなったら逃げろという話ですよね。それに関してはもうすごくリスペクトしてるわけですよ、そのフォレスト・ガンプに関しては。なんかもうやばくなったら逃げたんだけど、それ、まあ、ギリギリ友達だと思ってたやつを助けにはいけないと思って行ったら周りで助けてくれっちゅう話でしたよね、あれは。いやだから一番最初なんかもう何ちゅうんですか、フォレスト・ガンプなんかお前走ることすらできないじゃないかよみたいなのがなぜか一番速いやつになってたんですよね。だからそれはだからあの例の怪獣話、恐竜話ですよ。恐竜が絶滅したのはだからその地軸がねじ曲がりというほどねじ曲がってはいないかもしれないんだけど、あの回転速度が遅くなってしまった時に巨大恐竜が生まれてきたわけですよ。ただその巨大恐竜というのが基本的な筋力があるわけじゃないんですよね。地球の重力がたまたま弱くなったから、まあ、だから締め付けが弱くなったから肥大してしまったっていうイメージなんですよ。まあ、だから一応大きくなる要素は持ってるんですよね、体がおそらく。ただ重力に対する抵抗力でこの辺りで止めとこうというようなそういう遺伝子はないということですよね。だからその野放図に重力が弱いままその自分の根本的な遺伝子のでかくなることができるというやつですよね。それをの遺伝子にかまけてどんどんでかくなってしまったところで今度は逆向きのベクトルを、まあ、要するに回転地軸に対して自転が速くなる方向ですね、おそらく。自転が速くなる方向で、隕石が衝突してしまったがためにまあだから基本的には同じ筋力なんですよ、人間というか肉体だからほとんど変わらないと思うんですよ。だから鍛えた人がどちらかというとボディービルダーにもなる、ボディービルダーというウェイトリフティングとかそういう、まあ、どちらかというと体育会系の方は筋力がすごいのか、まあ、運動神経なのかちょっと分からないんだけど、まあすごいわけですね、ちょっとだけ。でも言うほど変わらないわけですよ。でだから基本的に言うほどほとんど変わらないんだけど大きくなるということができる遺伝子ですよね、おそらく体が。その部分が重力が軽くなることによってでかくなっていたのが急に戻ってしまったという時に起こるのが、もうだから体が重いんで動けないっていう感覚でしょうね、おそらく。もう半ば恐竜だから爬虫類ですよ。まあ人によっては哺乳類に近い爬虫類と言うてる、まあだから鳥ですかね。そのあたりが筋力が衰えてきた、急に隕石が落ちた次の日から急に体が重いという話ですよね。でいやちょっとそのあたり ALS とかちょっと分かんないんですけど、筋ジストロフィーとかはそのあたりは。
いやまあそうなるとなんでこんなところにバナナがみたいな大泉洋という人が、演じている映画が放映されてたんですけど、そこは筋ジストロフィーだね君はっていう言われた子供が、どんどん具合が悪くなって、内容の映画だったんですけども、そのあたりからそれがリンクしてるかもしれないですね。映画という、映画の紹介というテレビ番組の、大枠の1年のある部分がもうすでに流れが決まってるということだと思われるんですけど、まあ映画とドラマか2時間枠という話ですかね。ある部分でリンクしてるのは、まあ制作会社が同じということだと思うんですけど、制作と、まあ、配給部分ですかね。だから急に次の日から体がすごく重くなるんですよ。そんな隕石が落ちて、大気が曇ったなんて多分1週間ぐらい終わると思うんですけど、下手すれば。あで急に重くなるんですよ体が。で小さいやつはまあギリギリいけるんかな、まあ、だが小さいというか食えないやつなのか知らないんだけど、言うほどでかくならないから、まあ、ギリギリなんとかいけるよっていうところで、そういう意味で言うとでかいやつは急に動けなくなるから、うわすっげえ食い物増えた、すげえ食い物増えたって言って、だからそのちっちゃいタイプがそういうでっかいのをしとめもうでっかいのはもう何て言うんですか、獲物というより何て言うんですか、食品売り場に置いてある肉みたいな感じになってるんじゃないかなと思うんですよ。でもうそこから急に淘汰されちゃって、だからどちらかというと小さいやつが生き残ったっていうのはあれでしょうね、重力に対して今までの重力の、で生き残る能力がギリギリあったか、まあ、その頃はだから急に重力が出てくるから動きにくいというのは同じなんだけど、でかいやつよりは動けたということでしょうね。最近私その話をよく聞くんですよ、その例の、くだらん話しかしない使えん話しかしない3チームですよね。くだらん話をばかりしている人たち3チームの話が、人間は小さい方が都合がいいんだよ、もう半ばあれなんですよね、小さい人たちが言ってるんですよ。私も小さいからそういう話には賛同しちゃってるんですよね、うん、まあ確かにわからんでもないよ、もう食う量少なくていいからな。鳩を見た時にびっくりした。鳩1匹でスズメ10匹分ぐらい食って帰ってくるんですよ。まあそれがまあ空を飛ぶという部分で、まあスズメは多分急に重力が出てきたら飛べなくなると思うんだけど、鳩も飛べなくなると思うんですよ。そうするとどうなんですかね。鳩の行動範囲よりスズメの行動範囲が少なくて、しかもその範囲内でギリギリ生活することが可能であったという時に、今まで通りに餌をやってるというのであったら、鳩は来ることができないんですよ。ただスズメはギリギリ来れる可能性があるのではないかというのは、スズメの巣が近くにあるということですよね。まあ、ちょっと参考になる例えではないんですけど、まあ、それに近いのが、まあ、だから肉食獣からすればあれですよ。だから草食獣はギリギリ残ったということなんですかね。まあ、だからでかい木は枯れていく傾向にあるとは思われるんですけど、言うほどでかくない木は残るということですよね。まあ、そういう部分でまた木がどの木が残る、だから中間部分の木がなくなるということかもしれないんですけど、まあ、ただあれですよ、キリンぐらいまで、キリンとかゾウぐらいまでは、だから寒くなったっていうのもあると思うんですよね、おそらくね。土地だから地軸がねじ曲がって寒くなっちゃったっていうことかもしれないですよね。
ねじ曲がったっていうか、あの地軸ってずれてるみたいなこと言うじゃないですか。変身し、っていうか斜めになっちゃってるから、グワン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 になるから、冬と夏ができちゃったっていうことでしょうね。で、夏になってたあったかいところででかかった部分グワン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 になったあたりで冬ができちゃったから、恐竜が死んでしまいましたということだと思うんですよ。で、グワン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 揺れ動くから、ちょっと変温動物は厳しいなみたいな感じで、鳥みたいなのがギリギリ生き残ってきたっていうことじゃないかなという。ことだと思うんですけど、何を話してたんですっけ。いや、だからそれリンクしてるから、まあそういう部分で、だからフォレスト・ガンプという映画を見てる限りでは、だからあの中でですね、まあアメリカ軍、陸軍ですよね、の中で誰が生き残るかという話なんですよ。だから他の兵隊は、だからそこでまあ食っていけりゃいいかという感じじゃないですか。フォレスト・ガンプは昔からいじめられているから、なんとか生き延びなんとか生き延びにはいけないという感覚でしょうね。そこが基本的に違うんですよ、おそらく。だからその家あたりで仕事がないくて、軍隊に入りゃ飯食えるぜって言って行った人で、まあだからそういう銃の扱いとか分かんないっていうか、そういうところで、あのとりあえずそういうのを言われた通りにやってりゃいいやということで、それで飯食える、ご飯がうまいというだけであったら、それで終わりなんですよね。なぜかというと、軍隊だから、まあたまたまベトナム戦争でしょうね、あの時は。そういうところに行くと、急にもう生きるか死ぬかの部分が出てくるわけですよ。昨日まで毎日ご飯食って適当に練習すればよかったっていう話じゃなくなってくるから、その中でだからフォレスト・ガンプはもうそういうのはもう生きるためにやってるわけですよね。軍隊の中の一番早くやらないと、あのここでは生きていけないというような感覚になってるんですよ。まあだからその仲間のあのエビ漁をやりたいっていう人は、だから軍隊でやりたくないんです。エビ漁をやりたいということで、ここの軍隊の中では死にたくないという話ですよね。まあ、だからあの話だと死んだということにしてくれという話があるかもしれないんですけど、その理由としてはエビ漁というものに限界を感じていたので、ああいうところに行ってエビ漁ではなくてエビの養殖を始めようという話が入ってるんじゃないかなと思って見てたんですよ。いや、そこら辺になんか行ったら、なんか、ブラックタイガーとか、いや、なんか知らんけど、今日深夜にタイガー&ドラゴンとか再放送でやってるんですよね。タイガー&ドラゴンって、要するにあれ、ブラックな感じの方々ですよね。だから、タイじゃなくてベトナムとかのあたりでブラックタイガー作ったら、漁ができない時に具合がいいんじゃないかなって、だからすげえ頭がいいと思うんです、あの黒人の人は。で、死んだことにしてくれっていうの、なんかベトナム人との友達とかできちゃってるんじゃないかなと思うんですね、おそらく。それでそのやられたという意味合いがちょっと違うと思われるんだけど、まあそこまではちょっと勘繰りすぎかもしれないんですけど、まあ、だから戦争に行くんだけど、戦争というか軍隊にいることで、楽してあの飯を食おうという感覚じゃない人が生き残ったということだと思うんですよ。で、そこで俺は軍隊のその教官というか、そういうので死のうと思ってたんだけど、という話じゃないかなと思うんですが、共感があのある部分ではですよ、それもちょっと微妙な部分があるんですけど、でだから教場というのはそういう部分で、だからあれですよね、木村拓哉演じるところの風間公親という、目線と同じラインでその生徒たちを見るという話ですよね。
だから私は木村拓哉というあの演技とかそういう木村拓哉というのをリスペクトしているから、そういうイメージで木村拓哉の演技を真似するんではなくて、そういう目で、その生徒を見ていかなきゃいけないですね、ああいうドラマはね。ということで2時間25分見れそうにないので、とりあえずフィギュアを今磨いているというか、成形しているんですよね。で25分経ってしまったんです。こんな無駄話をしている間に全然進まないですよね。でここら辺がちょっとずれてるのはちょっといじっていかなきゃいけないんですけど、ラインがちょっとずれてるんですよ。ただこういう部分っていうのは靴だから、ここら辺がちょっとキュッてなってるのはなってるんですよ。いや、まあそういう話で、まあちょっと25分になったんで、ちょっと第37話を、終了したいと思います。